ゴール確認します。ちょっとオフサイド確認してます。午前中はハーフコートを使って選手の方々に、まずシチュエーションですね、ファールをしてもらうっていうところで、やはり選手の皆さんやはり普段からフェアプレーを心がけてくださっている部分があるんで、そこがまずやっぱり難しくて、ファールが起きた時に実際どういう会話をするのかで、分かりやすいペナルティーキックのシチュエーションを作っていただいて、起きた時にどういう会話をして、で呼ぶのか呼ばないのかで、呼ぶための情報は何なのかとかっていう基本的な、やり方とかっていうのを確認するのが大きな目的です。接触なし、接触なし、はい、VR からレフェリーがリレイ、ペナルティーの実行中、その次ですね、ここ、その画面でください。はい、お願いします。スローモーションで、大丈夫ですか？もうちょっとスローできないですか？カメラ5ください、カメラ5。あ、それで行こう。あ、もうちょっと戻してください。はい。そのまま流してください。ゆっくり流してください。はい。もう一回戻ってください。これ接触してるよね。接触なしって言ったけど接触してるよね。あ、オンフィールドレビューを進めます。PK PK はないですよ、絶対。だってゴールキーパーが先に。そこで何ですか？フォワードは左足でボール触ってない、触ってるようにこっちは見えて PK とかですか？そう、え、 PK 左足でチェックしてオンフィールドレビュー、オンフィールドレビュー、はい、わかりました。見るね、あ、接触はしてるね、左足でボール触ってると思う。いやー、俺取らねえな、俺 PK？ もう一度ポイントをコンタクトお願いします。ゴールキーパーでもボール触ってますよね。ゴールキーパー触ってからの足だから接触があるから、じゃあシミュレーションはなしにして、ドロップボールで再開します。 OK、 了解。はい、じゃあレフェリー戻ってきたんで
イエローはなしやで、ドロップでいきます。これはそのままでいい。これもでも変えない。ペナルティエリアの微笑については最初にあのレビューを進めたよね。進めた。それでそこから一回止まってまた時間かかった理由はちょっとご覧になった。でリレー進めて PK にしてほしいって言ったんで、僕は PK じゃないと思ってるから、だけどそこでコンタクトがないっていう話でシミュレーションにしたんでね。あそこで多分大事なのは、あなたはキーパーがボール触ってること分かってるでしょ、はい、こっち気づいてるんだよ、うん、キーパーボール触れてるって言ったらキーパーがボール触れてないと思ってるじゃん、あなた見てる、はい、うん、まずそれを言ったんですね。フォワードが触って接触してキーパーと触ってるぐらいな、先にキーパー触れてると見てるって言うと話変わってくる、それが気づいてる、当たってないと思って見てるから、はい、足と足の接触を何回も見てるから、それさも先に情報くれれば変わったかもしれないと一つ。普段自分は何も言わないんですけど、やっぱせあの VAR の人が自分レフリーとして何を判定しているのか、だから接触があるけど、些細であるとか、ボールディフェンス先にボールついているとか、だからノーファールなんだよという自分が判定をした根拠を伝えなきゃいけないので、そこが慣れないのでなかなか上手に言葉が出てこないなって思いました。やはり普段レフリーってあんまり言葉に出して伝えるっていうことをしないので、そこはどん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 口から言葉発することによってどう見たっていうのを伝えるっていうことは特に今日は多く話しました。今回のピッチ担当のテピピさん、確認します。ポシブルピッチレイレイノーカード73番、赤73番ノーカード、ね、はい、接触確認コンドします。ここは分かりづらいので後ろからのがいいかな、はい、うん、そうだね。あ、ちょっと切れちゃいます。これで、うん、それで流してみて。いいよ、いいよ、ここでコマ、コマでじゃない、コマで、あ、コマで、うん、うん、ここからコマで、コマで、はい、お願いします。いいよ、うん、OKVR とレフリー、PK で正解です。そのまま行ってください、はいはい、ボール VR とレフリー OK です。はい、ありがとうございます、はい、ない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 、自分から倒れてる、自分から倒れてる、その接触がない、ない、確認します。ディレイディレイディレイ、あ、これで大丈夫です。今接触があったけど自分からゴール裏からちょっとこっちの方がいいですか、うん、そっちの方がいい。もう一回、もう一回ペナルティエリア内の侵入、あ、接触を確認してます。 OK、はい、いきます、はい、VR とレフリー、そのまま続けてください。はい、 OK です、いきまーす、まあ、その、あ、来るかもしれないとか、あの、いう気持ちではあるので、そういう安心感というか、そういうのはあの普段のゲームとはちょっと違う、はい、あの4人でやってる時とはまた違う感じはします、はい、手に当たった、足に当たったというだけではなくて、糸はどうだったとか、コンタクトは膝はとか、いろんな細かいところまで話をして、じゃあ判定を変えましょうというふうにしないと、やっぱりその後レフリーが選手にも説明すると思うので、やはりそこはやっぱり丁寧に説明していきたいなと思ってます。主審はどう、ちょっと見ますね、あ、ゴール入ったな。 VAR とレフリー、あの、オフサイドチェックします。オフサイドチェックします。ちょっと待ってください。オフサイドのポイントオブコンタクト見てください。オフサイドどこのオフサイド、この後、この後もう続けて流してください、流してください。ここでオフェンスに当たるところと、あと今度ハンド見て、ハンド、ハンド受けてるやつの肘に当たってるかどうか。そう、コマ送りか。VAR から依然チェック中です。なんで今ハンドを見てます。ハンド、ハンド基本は VR2 レフリー、ハンドで赤のオフェンス側の
ハンドでフリーキック、フェンスオフハンド、やっぱりそうだ。でペナルティーエリアの中でハンドです。ハンドでいいね、こちら確認できてないので、はい、いいですね、はい、はいはい、ペナルティーエリアの中スタートです。ハンドでフリーキックです。ディフェンスフリーキック、あとハンド、あとハンド中でね。ローファールのハンド、一回確認してください。依然インプレー中です。あ、はい、チェックするんで。オッケーオッケー、はい、ライブ見ときます。ポイントオフコンタクト見ますか。はい、ここが、はい、はい、そのまま送り、 APB スタート、ポスプロオフサイド、はい、リセット、続けてください、続けてください、流してください。はい、オッケー、ありがとうございます。まだインプレー、ライブ戻します、戻ります、はい、ライブ戻ります、はい、じゃあ戻します、これ見ます、お願いします、はい、ずっとペナンダーでごちゃごちゃしてるのずっとこっちが見てる、はい、あれが一見して流せるだろう、レフリーノーっつって、そうです、PK 見に行ってるじゃん、はい、PK だったらどうしようって思ってるけど、そもそも野田さんノーって言ってくれれば、乗れればいいわけで、はいはい、だからさらっと見る、さらっと見るだけでいいじゃん、本当は PK だっていいよね、別にいいね、乗れれば、乗れるか乗れないか見るだけだから、はいはい、50-50、64でもいいよね、別に乗れば、はいはいはい、乗れるか乗れないかだけ判断すれば3秒で終わる、本当は PK だったかどうか見るともっと時間、その感覚で見てるの、はい、そうですね、はい、グレーゾーンに入ったところでもレフリーがベストポジションで言ってることが間違いがないんであれば、何度も何度も見返さずにもうそれでチェック OK だって言ってもいいんじゃないかっていうようなところをアドバイスしないと、どうしてもリプレイ何回見てるとどん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 ペナルティーキックとか悪い方に見えてっちゃうっていうところがあるので、その辺のこうバランスの取り方っていうのを今日伝えたつもりではいたんです、はい、こう細かく見すぎると時間がかかりすぎたりするので、こうスムーズにそのレフリーの判断がいいのかどうかっていうのをやらなきゃいけないので、それはすごく大変だなと思います。あの VAR が入って僕らも認識的に、あ、そういうふうに逆見えたんだっていう新しい発見は多かったです。必死でやらないと、あの来年にはとても間に合わないなって危機感しかないですよ。やっぱりあの VR の中でもそのやってる方とのレベルが違うので、上手な人を見て勉強しなきゃいけないなと思っています。カメラ中で接触が見えてますか？中で最初、中で接触、最後な中まで引っ張って中で外しました。やり始めは外で、うん、中までやり続けて離して PK。映像から見たら、はい、入る直ペナルティエリア入る直前に、うん、シャツを離してるんよ。うんうん、なのでオンフィールドレビューを進めたい。オッケーです。じゃあしますね。はい。はい、今着きました。映像お願いします。はい。あ、この映像です。あ、ほんまやね。もう一回お願いします。ポイントオブコンタクトで離したところ。あ、もう一回ポイントオブコンタクトなんで。そうだよね。うん、もう一回お願いできますか。ストップ。ストップ。ストップ。うん。この時点で離してる。はい、オッケー、じゃあ外からのなんだ、直接フリーキックに変えます、はい、カードは、カードは17番に出します。白17番、うん、白17、それは道具層はないってこと。道具層はない、はい、オッケー、うん、午後最後の方になると非常にスムーズで、私が後ろで見せてもそうだよなっていうところをチェックしながら、レフリーと喋りながら、流すとこは流す、聞くとこは聞くっていう風に、やっぱり午後の最後の時間帯になるとやっぱり出てくるので、こういった練習をこう積み重ねていくことで少しずつ上手くなっていくのは間違いないなと思いました。反復練習が欠かせないと思いますので、こう継続的にやっていって、それがいい結果っていうか、リーグの成功に結びつくんじゃないかなと思います。